はい、16日目のドラム練習が終わりますので、成果報告動画です。今日は昨日に引き続き、チェンジアップの練習をしました。3連を混ぜたチェンジアップ。なんで、4部、8部、3連、16部、3連、8部、4部の、パターンをぐるぐる回りました。というわけで早速やってみます。昨日と同じなので、じゃあ左手もやります。という感じです。昨日より少しは良くなっているでしょうか。練習中に途中、うわ、今すごいうまくいったっていう時が何回かありましたね。なんかすごくこのクリックに自分の音が、あ、今合ってるっていう状態がありました。あとバスドラム、昨日 BPM90 で8部のドリブルをしたんですけど、今日は限界まで攻めてくれって言われたんで、105まで、BPM105 まで上げました。なので、結構早くなりました。こういうスピードですね、左足も。だいぶ早いです。これを右足5分、左足15分やりました。はい、以上です。ではまた明日動画投稿します。